鶴見銀行鉄道の電車。鶴見銀行鉄道の電車。本校では、鶴見銀行鉄道、現在の東日本旅客鉄道鶴見線が保有した電車について記述する。鶴見銀行鉄道は、造成された埋め立て地に立地する工場への貨物輸送を行うために設立され、1926年、大正15年3月、浅野大木町、武蔵白石大川間で、 貨物営業を開始した。同年10月、電化と電車による旅客輸送を計画し、資本を増資の上電化工事に着手し、1930年、昭和5年10月、鶴見大木町間と各支線で電車の運転を開始した。使用電源は直流6 0 0トである。一方、貨物輸送は従来通り上気機関車によって行われており、 隣接する南部鉄道のような電気機関車は一両も保有していなかった。これは各所で接続する工場専用線が非電化であったからであろう。その間、1930年3月に海岸電気軌道の掃除時、大使館を合併し、軌道線として旅客輸送を開始している。同線は1937年、昭和12年10月に、 産業道路が拡幅されることとなり、その上に付設されていた軌道線は廃止され、バス輸送に切り替えられた。同線で使用されていた電車の一部は、改め機の上本線用に転用されている。鶴見銀行鉄道は、1943年、昭和18年7月1日付で、戦時買収され、鉄道省鶴見線となった。この時に、鉄道となったのは、 蒸気機関車8両、電車41両、貨車211両であった。蒸気機関車が直ちに小形式を与えられた旧番号に服したのに対し、電車は買収後も、私鉄時代の形式番号のまま使用され、国鉄形式が与えられたのは、1953年、昭和28年6月1日に施行された、車両形式称号規定改正の際である。 その電車の中には、かつて鉄道省に在籍したものもあったが、最国有化にあたって9番に服することはなかった。国有化時、鶴見臨港鉄道に在籍した電車は、自社発注の半構成車と、鉄道省払い下げの木造車があった。さらに自社発注車の中には、軌道専用に製造されたものがある。また、太平洋戦争中の通勤輸送を裁くため、 本格的な片側4扉の通勤系電車を投入したのも、鶴見銀行鉄道であったのは特筆される。本校では、国有火事に在籍した電車だけでなく、それ以前に廃車、譲渡された電車についても記述する。鶴見銀行鉄道が、1930年10月23日の電化及び鶴見、仮、 弁天橋前新による旅客輸送開始時に用意した反抗性15メートル級3扉ロングシートの両運転台形制御電動車である。製造当初はモハ100型と称し、重量が申請されたが、101から108は新潟鉄工所、109、110は浅野造船所制である。1940年、昭和15年の改版により、モハ110系。 111から120に改められた。両車制とも、車体構造に大きな違いはなく、台車とつまめんの雨どいの形態、通風機の配列が異なる程度で、窓配置は 1D5D5D1、想定員は100人、座席40人、最大長 15,545mm、最大幅 2,735mm、最大高 4,127mm、 自重は32.5トンの中型車である。定格出力56キロワットの電動機を4個装備し、歯車比は73、16、制御方式は非自動関節式、HL、台車は、新潟鉄鋼所製が、汽車製造製ボールドウィン型、朝の造船所製は、日本車両製造製 D-16 で、いずれも釣り合い常式の二軸ボギー台車である。これらは、買収後も、 応援のため転入した小景木星車と共に、鶴見線で一部は後くらい、運転台を撤去の上使用されたが、太平洋戦争末期の1945年、昭和20年8月1日に、米軍の空襲によって銃が被弾大破し、使用停止となった。1948年、昭和23年5月1日に、 鶴見線全線が直流 1500V に昇圧されたのに伴い、3両、111、115、120、合詞鉄に払い下げられたほか、7両は他の買収電化線区、富山高線、福縁線、壁線に転出した。1953年、昭和28年の車両形式称号規定改正では、1951年、 昭和26年1月に、伝送解除されていた112学派5540、計5540、とされ、他の6両、113114、116から119、はも派1500型に編入され、1500から1505、に改められた。これらは、最終的に、壁線に集められたが、福塩線の5540が1954年、 昭和29年3月、壁線にあった1500、1501、1503、1505、が1955年、昭和30年3月に廃車され、残った1502、1504は1957年、昭和32年7月まで使用されたが、1502が、追加工場で救援尺へ9140系、9140、1959年、 昭和34年12月の形式整理により区 a 9 4 0 0系9 4 0 1に改装に改造されて1983年昭和58年3月まで赤市電車区に在籍したほかはすべて私鉄へ払い下げられた。その状況は次の通りである。21世紀まで残ったのは長子電気鉄道に譲渡された115と 静岡鉄道に譲渡された1500号のみである。銚子電気鉄道で、波301となった115は、営業運転から外れた後、2009年に、廃車解体されるまで、河川点検車両として使用された。静岡鉄道に譲渡された1500号は、車席は失ったものの、同社の車両基地、長沼工場構内専用の入れ替え車として1997年まで使用さ。 2007年まで生体保存されていた。1938年、昭和13年に、川崎車両で製造された、半高性17メートル級3扉ロングシートの制御電動車を呼び、同系の制御車で、いずれも、両運転台系である。各3両が製造され、当初はモハ500系、501から503、クハ600系。 601から603と称したが、1940年の海版では模三330系、331から333、区三350系、351から353に改められた。窓位置が高く鈍重な印象の模波110型に比べ、窓の天気寸法を拡大した二眼窓の軽快な印象の関東施設タイプであり、前面は、 機関通の3枚窓で軽い局面がついている。運転室は片隅式で反対側は車端部までロングシートが伸びている。窓配置は D1D4D4D2 で運転台側のみに乗務員扉があり、想定員は120人、座席42人、最大長17,500ミ、mm、リメートル。 最大波は 2740mm、最大高 4162mm、自長はモハ330型が37.5トン、クハ350型が29.5トンである。モハ330型は、定格出力 67kW の電動機を4個装備し、歯車比は70、19、制御方式は非自動関節式、HL、 台車は日本車両製造製の D-18 である。終戦直後の1945年12月には352と353が壁線に転じ、351は事故により1949年に廃車された。1948年の鶴見線昇圧に際しては、331から333が福縁線に移り、 壁線との間を行き来している。1951年にも三330型は更新により主制御機を CS5 に台車モディ T10 に交換され、区三350型も制御方式が変更された。この時点で353が富山高線に移った以外は復縁線に全車が移っている。1953年の車両形式称号規定改正では、 モハ三330型がモハ千1520系、1520から1502、クハ三350型が五千5530系、5530から5531に改められた。1954年には、後くらい、運転台を撤去の上前くらい、運転台を全室化し、助手席側にも乗務員扉を設置するとともに、撤去された後くらい、 運転台の乗務員扉は埋め込まれて窓が設置されたが、その窓は加工式であった。1956年には1521、1522、5530が廃車され、1520は壁線に戻った。1959年6月の車両形式称号規定改正では、もは1520型は、くもは1520型に改められたが、 同年11月に廃車された。同年12月の形式番号整理によって5531枠派5500型に統合され、5503に改版された。同社は、富山高線が 1500V に昇圧された1967年、昭和42年3月まで使用され、比較的遅くまで使用されたこともあり、本形式の払い下げ車は存在しない。 1941年、昭和16年に、川崎車両で1両、131が製造された、半高性17メートル級両運転台式三扉ロングシートの制御電動車で、鶴見臨港鉄道の申請者としては、最後に落成した電動車である。車体は、先行した、模波330系、区波350型とほぼ同様で、その造備車と言えるものであるが、 電動機の出力が小さいため、別形式とされた。窓配置は D1D4D4D2 で、運転台側のみに乗務員扉があり、想定員は120人、座席42人、最大長17,500 m m 最大幅2,740 m m 最大高4,162 m m メ時長37.5トンである。 定格出力5 6ットの電動機を4個装備し、歯車比は73、16、制御方式は肘動関節式、HL、台車は日本車両製造製の D-18 である。1948年の鶴見線昇圧に伴い、壁線に転出し、その後復縁線との間を行き来し、1953年の車両形式称号規定改正では、 モハ1510系1510に改められた。1951年、昭和26年の更新時には、主制魚器を国鉄標準型の CS5 に交換し、台車も標準型の DT10 に交換した。1959年には、後くらい、運転台を撤去して、変運転台式となり、同年6月の車両形式称号規定改正では、 クモハ1 5 1型に改められた。その後の1960年、昭和35年5月に、大井工場で、電送会場及び後くらい、運転台復活の上救援車に改造され、クエ9 4 2 0四9423となった。その際、車体中央部の扉を 3400mm に拡大し、室内にはクレーンが装備されている。また、 救援作業時に電動発電機と空気圧縮機を駆動するためパンタグラフは残されている。当初は高崎鉄道管理局新前橋電車区の配置であったが、後に天王寺鉄道管理局の大鳥電車区に移り、最終的にはひねの電車区で1982年昭和57年6月に廃車となった。1942年昭和17年に、 川崎車両で製造された、半高性17メートル級3扉ロングシートの制御電動車を呼び、同型の制御車で、モハは、両運転台式、クハは、片運転台式で、各産量、211から213、251から253が製造されたが、戦時中のため電装品の調達が間に合わず、いずれも付随車代用で収益した。車体は、 モハ三百三十系、モハ百三十型と同系であったが、クハ二百五十型は、型運転台式のため、定員が電動車に比べて多く、総定員百三十人、座席四十六人であった。主要寸法も同一であるが、最大高はいずれも三千八百四十ミリメートル、自長も二十九点五トンである。買収後も付随車代よサモハ、サクハのまま使用されたが、 1948年の鶴見線昭和後は211が静岡鉄道管理局に転出して、美信線、富士電車区、さらに1951年には伊那松島機関区に転出し、飯田線北部で使用されるとともに、1952年昭和27年には片側に運転台設備が整備された。 212,213と251から253は、不随車代用のまま復延線に転出し、1950年、昭和25年に251と253が、宇部線、宇部電車区へ転出、212,213は、壁線に転出して、片側に運転台が設備された。1953年の、 車両形式称号規定改正では、さ、クモ波210型はク波5500系、5500から5502、ク波250型はク波5550系、5550から5552に改められた。1959年12月の形式番号整理では、ク波5550型がク波5500型に統合され、 5504から5506となっている。5500は1958年に東京鉄道管理局に転属して品川電車区に配置後、1961年昭和36年3月に廃車5501、5502、5506 550は1957年に富山高線に転属して1967年の昭和津まで使用された。 宇部線の5504、5505は1963年、昭和38年10月まで使用された。両形式に、施鉄への払い下げ車はない。1943年に、新潟鉄工所で製造された、半高性17メートル94、扉ロングシートの制御電動車を呼び、同系の制御車で、模波は、両運転台式、区は、片運転台式で、各2両。 221、222、261 22、262 26が製造されたが、モハ210系、ハ波250系同様、戦時中のため連送品の調達が間に合わず、いずれも付随車代用で収益した。戦時中の増産に伴って、工場への通勤旅客が激増し、その混雑緩和のため、日本で初めて導入された片側4、扉車である。 主要寸法は、前年製のモハ210系、クハ波250型と同様であるが、窓配置は、車体長17メートル級であることもあり、モハが D1D2D2D2D1D 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 D、クハが D1D2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  D D D で、扉間は2枚の側窓のうち1枚が、戸袋となっており、開閉可能な窓はモハで片側4枚、クハでも5枚しかないという極限設計である。 また、窓上下の補強体、ウィンドウシルヘッダーを配した、平滑な車体が特徴である。装定員は模ハが120人、座席28人、区ハが130人、座席34人で、自長はいずれも38.5トンである。運転室は、先行形式と同様の片隅式であるが、乗務員扉は両側に設置されている。年の鶴見線昇圧後は、 221、222が、壁線、1951年に、復塩線、さらに1953年に、宇部線に二百261は、富山高線、宇部線、壁線、復塩線、262は、宇部線、復塩線を渡り歩いた。その間の1 9 4九年から翌年にかけて、運転台機器が整備されて、区波となり、二十一。 222は、後くらい、運転台後を客室に整備して貫通路を設けた。1953年の車両形式称号規定改正では、雲波220型は区波5510系、5510、5511、区波260型は区波5520系、5520、5521に改められた。4. 扉という構造のため、 地方選区での使用には適さなかったようで、早期に整理対象となった。区派5510型は1956年3月に廃車、区派5520型は1957年12月に5520が、大井工場、5521が、水田工場で救援車に改造され、区へ9130系、9130、9131となった。 9130は前くらいから3枚目の扉を 1800mm に拡幅して両開きとした程度でクレーンは装備されていない。9131は前くらいから2枚目の扉を 2400mm に拡幅し車内にクレーンを設置するとともに後くらいに運転台を増設している。クエ9130型は1959年12月に 通達された形式番号整理により、変運転台の9130は、クエ9400系、9400に、両運転台の9131は、クエ9420系、9420に解消された。九千四百は、高槻電車区、四百二十は、中野電車区に配置され、それぞれ百八十四年、昭和十九年二月、 1983年、昭和58年3月まで在籍した。1932年、昭和7年度に装備された、木製15メートル級両運転台形の制御、電動車で2両が、芝浦製作所の専用船を譲り受け、旅客営業を開始した際に軌道とともに上とされた、ものである。譲り受け時は、もは200系、201、202と称したが、 1940年の海盤では、もは140系、141、142に改められた。元は、1911年、明治44年、鉄道院新橋工場製の保で6122、保で6110系及び1913年、大正2年新橋工場製の名で6141、名で6110系で、1926年、 大正15年に、目黒蒲田電鉄に払い下げれても、破35、も破41となり、さらに、芝浦製作所に譲渡されたものである。買収後も鶴見線で使用されたが、1948年の昭圧に伴って、同年10月に廃車され、日立電鉄に払い下げられて1950年5月、同社の区派141、も破101となっている。 もは101では101は、廃車後に、日本国有鉄道へ引き取られて、大井工場で、鍋6141に、復元の上道工場に保管されていたが、2007年、平成19年10月からは、埼玉市大宮区に開館した、鉄道博物館で展示されている。1972年、昭和47年には、鉄道記念物に指定された。1934年、 昭和9年度、1936年、昭和11年度及び1938年、昭和13年度に増備された木製17メートル級3扉ロングシートの制御電動車で、給料が在籍した。いずれも、旧鉄道省のモハ1系、旧で、破35,500系。記車製造東京支店制で、入選時の形式は、1934年度分がモハ300系。 301,302,1936年度以降分が、もは400系、401,407、と称し、1940年の改版によっても、は310系、311から319に改められた。このうち401,402は、南部鉄道を経由して入線している。春光図によれば、301,302,406、30 407,311,312,318,319が型運転台で、401から405,313から317が両運転台であり、転入時に後くらい側に運転台を増設している。1943年の戦時買収後も鶴見線で使用されたが、9番に服することはなく、 1945年8月1日の空襲により311、317が被災し、翌年に廃車となった。1945年11月には312、313が富山高線に、さらに1948年には飯田線に移って、同じく旧鉄道省も廃地系である三振鉄道買収者と共に使用された。 1950年に312が老朽廃車されて、東急車両製造に譲渡されて、城内入れ替え車も配置となり、後に車体は東急7000系に類似した、両運転台の構成車体に乗せ替えられても201となった。一方の313は、1951年10月12日に、飯田線の三河河池場間で火災により、 消失したが、翌1952年にもは7万8 0に、もは7万1003の名義上の改造主者となっている。1948年の昭圧後は、残っていた314から316、318、319が、壁線に転出し、1951年まで使用された後、私鉄に払い下げられた。各社の経歴は、次の通りである。 1942年度に増備された17メートル級3扉ロングシートの木製付随車で鉄道省の佐波19系1両19016を譲り受けたものである。番号は譲り受け時に佐波361とされた。元は1918年、大正7年日本車両製造製のデハ6310系16324で、 1926年に付随者化され、佐波6410系、16425となっていたものである。終戦直後の1945年11月には、モハ312、313とともに、富山高専に転出した後、1952年に、糸井川機関区の救援者に転用されるとともに、客車に類別変更され、 八百16,871、1953年、万七17,121に、改版となっている。1931年、昭和6年度に増備された、木製二軸車で、屋根は、モニター屋根、両端は、オープンデッキの直接制御車である。想定員は40人。元は、京浜電気鉄道が1899年。 明治32年1月の開業時に制作した四輪単車で、海岸電気軌道が、開業用に給料、1、2、6、7、9、11、13、14、18、1から9を譲り受けた、申請名義ものを、芝浦製作所公員輸送用として譲り受け、それを、鶴見銀行鉄道が、無償譲り受けしたものらしい。廃車時期から、1か九のいずれかと思われる、 1937年から1939年の間に廃車されたと思われ、国有化の引き継ぎ対象にはなっていない。1940年に大車田の走行部は仙台市電に譲渡されて、東京市電485の車体と組み合わされ、61、三馬工業による申請名義となった。不要となった車体は秋穂電気鉄道に譲渡され、 倉庫として活用された。仙台市電61は、1949年2月に、秋保電気鉄道に譲渡されて、同社の2代目、間11、もは412となり、1954年3月まで使用された。秋保電気鉄道の記録によれば、定格出力1 8 7キロワットの電動機2個を装備している。1932年度に、 機動専用として製作された、反抗性両運転台軽ボギー制御電動車で、汽車製造で2両、21、22が製造された。最大長 12,840mm、最大幅 2,600mm、最大高 4,142mm、車体高3、610mm で、時長は19.3トン、側面窓配置は、D12D、前面は、 機関通計3枚窓、想定員は70人、座席34人、制御方式は直接式で、芝浦電気製の SE-118 回、定格出力5 4ットを2個装備していた。1937年1月に21が鉄道専用に転用され、機動線廃止に伴って、同年12月に22も鉄道線に移った。その際、機関を変更。 1372mm1067mm、13 mm mm、するとともに、扉部分のステップを撤去し、終電装置をポールからパンタグラフに交換している。両社は1939年までに使用が停止され、福武電気鉄道、後の福井鉄道に譲渡されたため、国有化の際の引き継ぎ車には含まれていない。1940年2月に21、 1941年5月に22が、それぞれで、波31、32として使用が開始された。その際に、ボギー中心間距離を伸ばして、台車を、日車ボールドウィンタイプに交換する改造を受けている。福井鉄道成立後はも波31、32とされ、台車は、ブリル 27MCB、電動機も GE269C、40.03。 キロワット2に交換されている。さらにもハ31は1965年3月に電装解除され、左ハ31となった。1934年度に軌道専用として製作された半高性両運転台軽ボギー制御電動車で、汽車製造東京支店で2両、31、32が製造された。最大長1 2 5 2 0ト、mm、ル、 最大幅 2720mm、最大高 4253mm で、自重は17.2トン。側面窓配置は D12D、前面は機関通計3枚窓、想定員は74人、座席28人、制御方式は直接式で、東芝製の定格出力 48.2kW の電動機を2個装備していた。 1937年12月の軌動線廃止に伴い鉄道専用に転用され、機関の変更、扉ステップの撤去、終電装置をポールからパンタグラフに交換するなどの改造を受け、1939年に最終駅した。この2両は元軌動線車両としては唯一1943年の国有火事にも在籍し、引き継ぎ対象となったが、 ほとんど使用されないまま1948年10月に廃車された。1950年に両社は茨城交通2乗とされ、同社茨城線のモハ1、2となった。入線に際して終電装置は再びボールに戻され、2の台車はブリル 27MCB、電動機はウェスティングハウスエレクトリック車製の WH59、KU59kW に交換された。 1957年4月には、ポールは、Z パンタに交換されている。その後の1965年6月、直通運転を行っていた、水平線の一部廃止に伴う茨城線の電気、運転廃止により、両車とも廃車となった。1931年度に、鉄道専用として製作された、半抗性両運転台形二軸制御電動車で、 1932年、汽車製造東京支店で2両、51、52が製造された。最大長 9500mm、最大幅 2640mm、車体交算 750mm、参議鉄道の初言によるで、側面窓配置は D7D、前面は丸みのついた、非関通計3枚窓である。想定員は50人。 座席24人。モハ20型と同様に1939年までに使用が停止され、1941年5月に三義鉄道に移って客車化されたため、国有火事の引き継ぎ者には含まれていない。上渡後の形式番号は、ハフ1系、1 2で、1949年にハフ1 1十1 1 1に改版された。当初は、 電車用のブリル台車を履いていたが、三義鉄道入線時に廃棄され、一般的な板羽を用いた、方式改造された。両車は1957年12月に、機体が鉄道に乗とされ、同社のハフ11、ハフ12となったが、1966年12月に、両車とも廃車された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。